ということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、本日は、久しぶりの50のことですね。久しぶりに50のことでもやりましょうと、はい、なるほど、いったお話でございます。はい、で、まあ、恒例の誰なんだって話、フィリップは知ってる、うん、あー、俺がすげえバカな人を抑制する時の顔あるこれならいそうみたいな感じでさ唯一飯食ったことある。え、もう本当の偶然に立ち合わせてそこにいて、あの光と飯食った。その人、あ、光、すごい。じゃあ光のお父さん光と光のお父さん光絶対欲しかったのかなんで光いない。最近関わったあなたは。え、言っちゃいます。二木雄さんだな、そうなると。二木雄さんです。おおあ、俺動画でね、あ、そうそうそう、絡んだからね。そうそうそう、今回もこういった感じで二木雄さん来た。50人の50人の極みあーやん言ってよ。そう、俺も同じ感想を続けて3時間はこれ言うと思うな。じゃあ1問目、プレイヤーネームの由来は。はいはい、まあこれはもう、はい、じゃあいいですか。はい、はい、じゃあせーの、ドン。あれ、そういう感じなんだ。あー、ニコニコのマットで、まあ一緒だよね。まあ、まあ一緒か。これは1問目なんで、みんなで正解でいきましょう。はい、うん、まあ、これ違ったら結構やばい。そうですね、あーっつってでは1問目からいきますね。はい、プレイヤーネームの由来は、これは皆さんほぼご存知かとは思うんですけど、あの、ヌドーニケンシンっていう、その、まあ、漫画、昔ジャンプで流行ってた漫画がありまして、はい、そこのキャラの一人に、まあ、坂田佐之助という、はい、まあ、キャラクターが、あの、巻いて巻いて二重の極みという技があるんですけど、当時それがその、まあ、英語で二重の極み、あーという、あの、非常にあの独特な呼び方をされてまして、まあ、それが大変、あの、ネットとかで流行った。はい、まあ、結局、アイスクライマーも二人いて、もう、ちょうど、名前どうしようかな、なんて考えてた際に、もうこれしかないと思って、はい、それで即断で決めました。はい、これですよね。そう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 。これで2回なくる。もう1回登り上がる。もう、なんと、ひょっとませんでした。違うか、30になります。いいや、シークマーの進み、遅そう。遅そう。いやー、とりあえず、まあ、もう傾向対策が1個つかんだ。周辺知識がえぐい。全部説明してくれるっていう。OK。2問目、アイスクライマーを使い始めた理由は。あ、俺これ聞いた気がするんだよな。地味にむずい気がするんだよな。なんだこれ、聞いたわ。知られてない人も全員に見えるように、あん時の言葉を思い出して気を使わないとはい、じゃあせーの、ドン。あー、パセさんと一緒。かわいいから。うん、俺もかわいいから。いろいろ使ったけど、なんか友人に教えてもらった時に、友人がアイクラ使ってて、うん、で、いろいろ触ったけど、もうアイクラしか使えないので、私はアイクラを使いますみたいなことを言ってたけど、はいはい、それじゃあ誠っぽいじゃん。じゃあ誠獅子をまあ覚えてたら合ってるよね。うん、そうね。そのパセさんと俺一緒なんだけど、カッコの中も一緒だろ。意外と可愛いものが好き、意外と買い物好きっていうっていう喋りも含まれるってこと。意外と私ですね、可愛いものが好きでして、実はちょっと嫌だなアイスクライマーを使い始めた理由は、もともと一番最初ゼルダを使ってたんですね。はい、ゼルダであの下火のファントムを連発しまくってたんですけど、ちょっとやっぱりそういう戦いっぷりが自分の性にはちょっと合ってなかったみたいで。なるほど。当時存在してたキャラクター全部使って、結局もうどれもダメだなと思って、ちょっともうスマブラ自体もこれはダメかななんて思ってた際に、最後のアイスクライマーを使ったら、もうその性能だとか、あの強さ、面白さ、あとまあ可愛らしさ、ネットハマりしちゃいまして、もう最初から最後までもう短期で使ってる、そういう形でやってます。いや、面接や。え志望動機だ。いや、1じゃないの。かわいい、かわいい。え、嘘、嘘、嘘。0.1 は、それ0は。俺は全然認めんだけど。0.5 度させていただきたい。まあ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 。主催が超えてるんで。0.5 度お願いします。これは0。マイナス 1R ぐらいだろ。その小競り合いらない。でもなんか、思ったよりもシンプルだったな。なんかね、友情とか2人で戦う姿も、友情少年と心打たれまして。あ、自分のあれにホワイトボード書こうよ。一応俺全部俺書いてるから、漏れがないかなと思って。
悲しかったね。ああ言えないしね、そんなことないよって言えないしね。無情のああだったわ。無情の極みだった。今日はいろんなああ出てくるね。3問目、はい、スマブラ歴は何年、2択ぐらいまで絞れる気がする。俺はこれジンギスカン焼いてる時に聞いた。この辺はまだね、基礎問というか。そうね、まあ傾向と対策をつかむと、うん、言ったところがまあ目的になります。じゃあいいですか。あ、それは何のは。あ、そのガキじゃん、感触文字じゃん。せーの、あーあー全員一緒だ。言ってたよね、30後半なんだけど、うん、スマブラは SP からの新規戦みたいな。へえ、なんかこれやる前はデモンズソウルにハマってたみたいな経歴があるんだよね。すげえ詳しいし。そうそうそう。じゃあ4か5かなと思ってたけど、うん、発売してもう間もなくスマブラ SP は買ってたんで、うん、SP 歴としてはまあ5年近くになるんですけど、もともと自分がまあ小学校5、6年の頃にまあ、初代のスマブラ64の方、まあ、もう身内だけでワイワイやってて、はい、柔軟ですよね。それも合わせると、合わせない、合わせないいいよ。まあ7年だとかそういう形になるとか。ちょっと2年だけどすんだ。その基準小学校の期間だけ大体全部出すよ。そこから始めて今に至るじゃなくて、5でいいんじゃないか。5で、うん、なんであの大鳥かけらが戻ってきたみたいな勢いで、それを SP をきっかけに戻ってきました。そうそうそう。4問目、アイクラの技で一番好きな技はどれ。これは考えられるというかね、ちょニュートラルに考えてるところだ。まあ、でもこれこの動きが印象的ってのはあるな。いっぱいでも対戦してるでしょ。でそう、一番やればなんか俺との対戦に寄った答えにさせるか迷った。なんでさ普通に膝の上置いちゃうの。上にしてああ俺らが気ぃつかないといけない。この辺を見ないように。OK じゃあせーの、はい、あー分かれた。横 B 空後空前空上。いや俺ね、横 B はアイスクライマー扱いに聞いてなんか答えたくなさそうじゃない。あーちょっと浅い感じ出ちゃってる。うん、多分それない。ないねこれは、うん、ないどんまい。いや分かんない。見てみようか。じゃあタミスマ決勝でこれ振られて負けたんだからさ。再現かよ。アイスクライマーの技の中で一番好きな技は。やっぱり私は空前ですね。空前が大好き。もう空前ブンブン丸でちょっと今までずっとやってきてたんで、信頼できる技といえばやっぱりあのアイスクライマーの空前かなと。なるほどね。空前ブンブン丸な空前。そのワードをさ、このシリアスなアウトでブンブン丸。ふざけてしか言わない名前だからね。え、どんどんいきますか。 2.5 あーやん。俺バネーシャーじゃん。俺のバネーシャーじゃん。どんどんいきますか。俺の先輩としか使えない。俺だけしか使えない。ぶち込んできた。いかに気づかれないようにバネするかみたいな。右向いてったんだけど。捕まった。ちょっと捕まった。ごめん、捕まるってこの技強いなって思う技。いろんな全キャラの。全キャラだと思うよ。だからこれはなんかでも確かにアイクラ使いに聞きたい質問かも。技だよね。技、うん、ではいいっすか、はい、せーの、ドラトロッコ、トロッコ、セヒロス空前、メンメンのアーム。あー、うん、これでも自分がこれ質問されてさ、トロッコって答えなくない。まあ、いやでも、そうマジできついんだよ、みんなアイスクライマーは特別きついんだって、はいはいはい、っていう主張ね、主張込みでのね、アームっておもろいっすよね。ちょっとぼかしてまさか言ってたね。確かに、まあ、広くなった。まあまあまあ、全然全然 OK、行きましょう。使われててこの技強いなと思う技。好きな技とあれだからな、うん、何起きるんだ今。使われててだから本当に強い技、強いコードで言うと同じアイスクライマーになっちゃうんですけど、はい、後ろ向きのガード、やっぱりこれが一番強いと、はいはいはい、まあ多分技まだ状況を飲み込めてない。技じゃなくてテクニック。え、なんだこれ。質問は使われてこの技強いなって思う技。答えはアイスクライマーの後ろ向きガード。バッドエンド。バッドエンドやろ。バッドエンドだね。まあ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 正答率0%。まあ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 
これは厳しいな。まあでもそうですよね、そういうもんですもんね、この50のことって得てしてそう、うん、そうもうこれはインタビューの答え手がもう正義、神だから、うんうんうん、彼がどう解釈するかを読み取れなかったら我々は200回が気がある、うんうん、そうね6問目、アイスクライマー何か一つ強化してもらえるとしたら何がいい。でこれは技でなくても、あ技でもいいし、はいはい、技でなくてその仕様とか、あと移動性能の向上とかでもいいっていう、一般的にはやっぱねよくツイッターとかで回ってくる、更新してほしい要素は結構目立つ気がする。ボケたらダメだよね、3人目とか。あやばでもそれ言わないで、ボケたら悪くなったと思うよボケていい一番ダサかったねそうせーの、ドン。おお。何ですか、ふざけてるでしょ、前向きのガードは弱くない前向きガードしても相方が使われるようにねケプさんがないと、これなんか二毛さんっぽいね、俺とパステさんは一緒だ、ね、まあ、無難な、ね、そうそうそう CPU バグ、これ前向きガードだったら今日終わりでいい一番ポイントで優勝アイスクライマー何か一つ強化してもらえるとしたら何がいい。これは多分全アイスクライマー疲れが懇願してるかと思うんですけど、やっぱりそのウェビーのゴムジャンプですね、はい、このウェビーのゴムジャンプたまにやっぱりあの紐が切れてそのままあの本体が自滅してしまうという悲しい悲劇がありましてですね、ちょっと細かい仕様で言うと、あのウェビーゴムジャンプをして崖に捕まってもそのままゴムジャンプしてもちょっとゴミジャンプなんかの任天堂の方に、あ、そういうこと、わかんない、俺はなんかコミュニケーションじゃないの、そういうなんかあの問い合わせ、そうですね、問い合わせですね、押したんですけど、まあ終了ですと、あの、引っ張り言われてしまったという、引っ張り言われて抜けない返信もらえなかったゴミジャンプそうね、ゴムジャンプじゃないの、ゴミジャンプじゃないの、いやいや、ゴムジャンプ、どっちどっち、超どうでもいいねちょっとどうでもいいけど、ゴムジャンプよ、ゴムジャンプだったんだ、だから笑ってたんだ、そうそうそう、どんどんいきましょう、はい、7問目、今までで一番印象に残ってる大会は、あこれは一夜、はいはい、これみんな一緒でしょ、せーの、あーまあまあそうね、石ドローン、まあ一緒でしょまあまあ一緒だよラリー出すかね、ちょっと場合によっては今までで一番印象に残っている大会は、これはやはりそうですね、私が初めてあのかがり火で、まあ、ベスト8以上取った、はい、あのそのかがり火ですね、やっぱり今でも印象に残ってまして、あ私の誇りです、私の誇りですっていいなと思った俺、そこ思った、これいうプレイヤーのハーフいない、言い切れるね、いいね、俺そこいいなと思った俺も、あでもね、ここ最近で一番嬉しかった出来事は、そうここ最近だからな、結構大会結果は割とさやや渋くなってるじゃん最近、二木さんにしては、うん、スマブラ関連なのかはたまたここで本邦初公開のプライベートなのかっていう、そうね、昇進したとかね、結婚しましてここで発表する最近嬉しかったことないの俺の1のこと始まった今マジで1のこと、池田智樹の50ニューバランスの靴を手に入れた、俺やまあないなやめてなんか池田さんは嫌だあんまりいいことがなくてですねじゃあせーのドン、あもう俺は給料が上がった、昇進みたいな、昇進したんだ本当にで、ファンからのメッセージ、うん、なるほど、ふわさんとのね、あはいはいで、かぶせセフィラスに勝てた、あま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 あ、まあ、悪いけどかぶせ、なんか一丁前にかぶせてきたセフィラスに勝てましたですねダメだって話ですよ、答えとか想像したらやつないないつないのつないのおおすみセフィラスにかぶせられてる勝てましたねそれが嬉しいのもやっぱりナイスキューさんの顔見たいますねあなるほどフワさんとミラー言ってたよね、そうなんかね、フワさんとずっとミラーでなんかなんだろう、お互い意見交換とかもしてて、フワさんがなんか勝って嬉し泣きしてくれたのが、そう負けた身だけど本当に嬉しかったみたいな、すごい素敵だなって思った、それよかった、ハートフルだ、絶対これだこれで、ファンからのメッセージと、まあ、やっぱ最近結果出てない中で、その中で応援される気持ちって一番嬉しいですから、なるほど、タクオフの募集が埋まったとかあんまいいや
ないですよ。書いとけ。自分で出してすぐ引っ込めた。書きたかった。自信持って本当。なんなのこの人は。ここ最近で一番嬉しかった出来事は？最近1週間以上前ぐらいかな。はい、最近だ。とうとうそのリバリをしたことですね。自分が子供の時から、まあ、お世話になって、まあ、一緒に遊んでたちょっと年上の、方だったんですけど、動画で私をどうやら見たらしくて、はい、DM でお前かというような連絡があってですね、ようやく、まあ、ここまでずっとスマブラやってきて、やっぱ周りに知られるようになってきたのかなというところで、まあ、驚きもありつつ嬉しさもあったというのが、はい、そちらができることですね。二木屋さんより年上の方っていう登場人物はちょっと面白かった。そうね、さらに上にはいる。上がいる方はいるでしょうね。長老とかだった。まあ、見バレ嬉しいっすよね。バレ方にもよるけど、まあ、そうよく考えたら確かに嬉しいと。俺らも結構なんか俺も塾校の時の生徒から来たってことあって、あ、うん、そういう時嬉しかったなって。ああやるな。俺お客さんに言われた。あ、フィリップ。2問目、尊敬する人物は？結構新規勢というか SP から始めた人の尊敬する人物の傾向、僕なんとなくありますよ。ー、はい、せーの、ドン。しゃべれない。あ、かっこいい。あ、コーラ。あー、なんかね、まあ、師匠みたいな感じで。え、マジ？その人が師匠なの。あ、例えば、うん、アコーラさんがなんかネイビーさんの、そう、それに近い感じだ。そうそう、はい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 。ハードさんはやっぱりリョペイさんのスネークとか。確かに確かに。友達のね、キャラに影響されてると思うんですから。父親。難しくなってきた。でも一番、でもまあ、イメージは、うん、そのね、尊敬する人物はと言って、その尊敬する人物っていうのが私はちょっとあんまり今のところはいない感じですね。あくまでももう自分自身のスマブラを追い求めようという形でずっとやってきてましたんで、他のプレイヤーを尊敬したりだとか、言い方はごめんなさい、露骨にやったわけですけど、下手に憧れたりだとか、そういうことになってしまうと、やっぱり自分自身もまあ自分のスマブラがまあレプリカになってしまうんじゃないかという、そういう目だった、目だった、ドキッてしちゃった。俺レプリカだった。お前レプリカになってないか。ちょっとこれは言わんばい、全国にお届けしよう。メッセージ性強いな。完全に俺ら問われたそうですね。ちょっとごめん、止めざるを得なかった。ちょっと申し訳ない。まあ、レプリカになってしまうんじゃないかと。あ、もう絶対見ても俺らのこと。そういった意味合いでも、あんまり特にその尊敬だとかそういったものは基本的に意識しないでやってるっていうところがあります。なるほど。ライスケイさんも響いたんだと思います。そういえば俺とかだろ、やっぱり。ここでいないか。いや、でもなんかハッとさせられたな。うん、メッセージ性が強かった今。そうね、レプリカになってないかどうかって、この動画を機にみんなが多分自分と言ってくれる、そのきっかけになった。そう、みんな俺は大丈夫って思ってね。そうね、日常が進んでいくだけなんです。だけど、あの目線をたまに思い出す。これで使え。 OK。 10問目、子供の頃の夢は？おー、年齢いくつだ。まあ、37ぐらい、うん、後半ぐらいだったと思う。そうよね、うん、半端なこと答えなそう。これ言ったらおもろいやろなとかじゃなくて、まあ、信念強いね、間違いない、うんうんうん、レプリカの件でだいぶ浮き彫りになってる。そうね、今回完全に確信した。いや、俺はそこを攻めるわ。せーの、ドン。本物になりたい。あ、俺も何者かになりたい。レプリカの追加だ。何でもいいのよ。そう、何でもが追いつかないから、まあ、とりあえず何かを成し遂げたいみたいな。インプットが浅すぎです。かたどった何かじゃなくて、職業ではなく、うん、自分はこうして生きていきたいという信念は一生つきちょうだい。逆なんでね、うん、私はあんまり子供の頃から意外と解像度なくて、ただ、まあ、強いて言うならサラリーマンであればまあいいかなと思って過ごしてきましたみたいな。喋り方寄せてましたよ、今。いや
美容生で先生喋りとかの雰囲気が、うんまあ、何かをこう自分の信念とかを誰かに伝える側になりたいみたいなぼんやりありそうかなという、うん、あとは武道もやってるんで、あ、そう、あ、それ知ってる、あ、そうなんだ、あ、ごめんなさい、アドバンテージがあーのその顧問とかもできるしね。2問目、子供の頃の夢は、当時なんかその学校でそういった質問だとかがあった際に確か漫才師と書いた覚えがありますね。で結構やっぱりみんなに笑ってもらえるのが嬉しくて多分そういう形で答えたんだと思うんですけど、はい、それがまあ、曲がりに曲がって今になって、なぜかちょっと謎の二人のコンビニというキャラクターになってしまっているというのは、もしかして繋がっているのかもしれない、ね。からでも遅くないよ。でもその、漫才師時代から、じゃあ、2万セルっていうところを見てみたら。いやいや、それはない。もういいんだよ。そこがあったんだな。そんな時代はねって。結構意外だったね。ね。うん。いやでもこういうのが求めてるというか。ね、よかった。嬉しい。11問目。はい。最近泣いた理由は、泣くの、スマブラのことだけじゃないこと答えてきてくれてるから即死がだんだん出てきました。そのなあ、うん、そうね、うん、せーのドン。これこそフワさんとのミラーでもらい泣きしたみたいな感じだったっけ。あーって思ったけど、まあまあいいや。確かに体格やしてもうポチザフックフックって、あ、ごめんフック一本でのし上がるボクシングマンだなんか意外とアニメとかで、まあ大会で普通に最速入る、まあそう悔しくて、まあ大体似たような感じで、ね、本当に結構本当に悔しがるじゃん、あーさん、そう、あのツイッターとかで不甲斐ないみたいな感じで。確かに最近泣いた理由は、泣いた理由か、今が36歳で、はい、もう今言っちゃうんですけど明日が37歳になるんですけど、おお、あ、おめでとうございます。ごめんなさい、おめでとうございます。さすがにもうこの年になってもう涙は枯れ果ててるというのがまず第一ではあるんですけど、はい、マイスマトップのファイナルがありまして、はいはい、今までもマイスマトップあのリザルトを取ったことがなかったんですけど、まあもう最後だから何が何でも頑張るぞという形でやったものの、それであの予選落ちをしたというのが泣いた理由ではありますね泣きました。0.5 で1にするか。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。12問目、スマブラ以外の趣味は。うどんだろって名が言ってたやべえなさそうだよな。でもなんかなさそう、雰囲気的だよね。全突破してそうだよね、スマブラに。いや、これはある、これ絶対これだ。 OK、 せーの、ドン。食事、合気道、インターネットサーフィン、遠征。これ遠征した時で絶対なんかうまいもん食ってんのよ。で合気道がまあ普通にあの習ってる武道だと、うん、そう聞いた話なので、これも合気道で間違いない。そう合気道今、いきましょうか。スマブラ以外の趣味は、私ずっと合気道という武道をやってまして、はい、まあ趣味といえばやっぱりあ、まあ、合気道というのがあの答えになりますね、はい、ただ最近ちょっとやっぱりそのコロナだとかそういったのがあって、ちょっとあの合気道自体がちょっとあのそこら辺を懸念してちょっと離れてたところもあるんで、はい、合気道以外で言うとやっぱりあの食べ、まあ食べ歩きだとか。逆転あんのかそれ。これはいいね。いいもちろんいいよ。コロナだったら食べ歩きもどうするんだろうか。食べ歩くなって話だね。ああやばい。13問目、年齢は、あ、まあまあ、もうしょうがない。せーの、30。あれ、まあ、まあ、あ、まあそうだよ。そっか、どっちかだよ、ね、取ってる段階ではまあ36で、うん、まあ、なんて答えるか、うん、違う答えも来るかもしれないけど、さっきは冗談として実はうますぎだよ。年齢は、あ、そうか、じゃあちょっとここでもう改めて答えておきます。今は、36歳です。今日がまあ12月の2日ではあるんですけど、はい、明日になると私は37歳になります、はい、まあ傾向としては10返ってくるね。そうね、100のことだね、これは実質前回より多いな。14問目、好きな食べ物は。まあね、食べ歩きが好きなわけです。そうですね、だいわゆるバカ舌みたいなやつ、ハンバーグとかさ、うん、なんか餃子とか寿司とかじゃなさそうな気がするんです。寿司はお前炎上しますよ。炎上しますよ。寿司は寿司はまあ確かにそうか、大人でもそうか。ちょっと待って、それやめてよ。あなた、まあいいや。せーの、いや俺も行った後にさ、それ言われてさ、
みかん。みかん。ねえ、みかんとか言いそうじゃない。まあ、イメージは、まあ和菓子とかそういうの好きそう。みかんであってほしいという気持ちは。逆に願望逆にの。そう。あれ。パフェパフェ、アイクラの時にも可愛いみたいな、意外と可愛、その可愛くてみたいなところで笑ってたから、はいはいはい、海鮮系のツイート多いんだよね、やたら結構そうだっけ、そういやなるほど、ね、結構感銘を受けてる感じがして、なるほど、うん、14問目、好きな食べ物は、よく好んで食べるのはやっぱり寿司ですね、寿司と刺身、これぐらいの年齢になるとちょっとやっぱりあのそういったものを毎回食べるのがちょっときつくなって、もう少しちょっとヘルシーな、はい、お魚で、はい、お魚系に今走ってます、はい、ちょっと満足そうやもうお寿司フワフワフワってなってる人のフワ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 って、食べ物の話でそんな笑顔できる人すごい人だよ、すごいいいね、結構食にこだわりがね、確かに強そうだなと、やっぱりまあ模範解答って感じだったね、これは。じゃあ15問目、好きな飲み物は、はい、なるほど、普段よくこう飲んでるというか、そういうニュアンス、寿司屋で出る飲み物ってなんだ、お茶だろなんで分かんなかったんだろう一つ傾向と対策として、36歳であるっていうことに対する意識が強いね、そうね、かなり年相応っていう気持ちは強そう、はいはい、せーの、ドン、見ようとか、あ、ファンタグレープ見ようとか、いや俺はもう水だったら得点いらないぐらいミネラルウォーターって言いそうって分かった、水だったらいらないです得点、じゃあ俺はもらうよ、ちゃう俺ミネラルウォーターって俺もらうけど、ファンタグレープ、ファンタグレープ、メロンソーダ、あー、ここは結構じゃあ王道、そうか、あ、王道だけどちょっと若さは出てる、あ、そうですね、うん、好きな飲み物はやっぱり私はあのコーヒーが好きですね、はい、あのコーヒー、そうだそうだ、なんでもなかったんですせめて水で残念がりになったよねまあ、自分でちゃんと豆買って、それはあの豆ひいて、それであの入れて飲んだりとか、上品だねやっぱ、その大人読み、大人だね、大人読みは楽しかったけど、その先行きたかったね、ちょっと遡っちゃった、確かに、ここ最近、あ、16本目、ここ最近で一番波乱だったことは、せーの、あー、一緒キャプションでしょ、で、インターネットのネガティブな問題、お前じゃないよお前の気持ちを、お気持ちを見ないよ投影してるねで、サブスヒロシな、お前はなんだよお前が意味わかる、サブスヒロシ、いや、まあまあでも、まあ、株先生ヒロシに分けたここ最近で一番腹の立ったことは、もうこれも概念的な話になっちゃうんですけど、やっぱり自分自身の弱さですね、はい、スマブラにおける、あの1年以上前のかがり火のあのまあ栄光があったんですけど、それ以上はもう全然それ以上の結果が出なくて、自分なりにやってはいるものの結果が出ない、慌ただしいという気持ちはいつも思ってますね。それでは気まずそうな気まずそうなだつけおったぞ、しろそうね、確か言えよよく喋ってたのにあんなにいやいやとかさ。17問目、最近で一番大きな買い物は、みかんじゃないぞうるせえ、もじくん最近一番みかんをようやく買い物が手が出なかったんですけどね戦後じゃあせーの、あー、そういうことね、俺も新幹線大事に分からんと、タックオフ遠征、はいはい、遠征ってことね、まあ全員一緒でしょ、あ、そういうことか、確かになんかツイッター上げてたじゃん、そう、モニターとサウンドバーまで用意してるから、モニターとスイッチと、確かにモニター買わなきゃダメなの、モニターめっちゃいいの買ってんの。最近で一番大きな買い物は、今年の5月ぐらいかな、はい、いや、発足しました、アータクですね、ありがとうございます、です、まあ、自前でスイッチとかもコントローラー全部揃えてますんで、はい、そういったのも全部込みで合わせると、まあ、どことな金額言うともう120万とかだと思うんですよね、それぐらいは多分かな、そうなんだ、120万、まあ、引っ越し、まあ、それですね、いい買い物したこれってだって18問目、はい、うん、今一番欲しいものは、うわ、配偶者言い方嫌すぎ、そうだね、超だね、いやでもそうだよね、超絶対長女は、長女はもう怖いよ概念的な話が多いね、うん、これとかじゃない、せーの、はい、あー、まあでもみんな結構一緒、実力、一緒、勝利、うん、ライバル、
もう何度も出てきてるけど、やっぱりもう今竹雄さんはこれで締められてるの、やっぱり今一番欲しいものは、一番か、あれあれと出てきてほしい、矛盾した回答になるかもしれないんですけど、はい、もう一度スマブラをその始めたことの楽しみたいという気持ちが、それがやっぱりもう一度呼び起こしたいですね、はい、まあまあまあ、それはめっちゃわかる、なんか竹谷さんっぽいし、うん、そうだなって感じです。勝利と見せかけて初期衝動って、いやでも勝利って答えなくて嬉しかったかも、なんかこういう時に自分で勝ち取るものとして考えてるのかなと、なんか間が良かったわね、えいろいろ考えてたよね、多分勝利も浮かんだと思う、一瞬、はいはい、それを消した時間あった、消した時間があった、確かに。次行きましょう、20問目、学生時代に熱中していたことは、やべ、2個思いついた、2個ありっすか、ダメじゃない前例はないわとりあえずせーの、合気道、剣道、ニコニコ、フラッシュ、俺ね、ニコニコ思い浮かんだけど、時代的にそう、ちょっと前なんだよ、フラッシュ、あ、そう、フラッシュ倉庫見るみたいな、あ、結構ね、多分ドンピシャと思うんだよ、世代、うん、俺が小6中1ぐらいだから、そう、変えていいっすか、やりきりチャットで当たんなそうだからいいや、うん、勝手にしろっていうマジで来てくれ剣道だっけ、合気道じゃん、いや、あのね、今は合気道で、学生時代剣道だったんじゃなかったかな、強すぎだろ、じゃあ、まあ、もうアドバンテージを存分に、部活でいいだろ、学生時代に熱中していたことは、これちょっと趣味とかぶるんですけど、やっぱりその、ひねりやがって、なんか分かった、もう勝負しない、ネットで、そうね、うん、21問目、将軍フィリップ、ケプト、パスリーマンの中で、一番サシで飲みに行きたいのは誰、やだ、これ、やだ、これ、こうしないといけないんだよな、俺らの努力なの。求められるのはえ、じゃあせーの、はい、あれマジ俺は俺にしたわ、いや俺はパセパセ少々、なんかその一番遠いからみたいな、逆に興味あるみたいな、それも確かにね、あ、俺も似た感じで、フィリップ・ケプトは結構関わりがあるから、そうそうそう、答えなさそうかなって、もう話したそう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 、っていうのはちょっとあって、分かる、一番サシで飲みに行きたいのは誰、そうですねこうなるわ、俺もこうなるわ、一人でも選ぶと他の3人恨まれちゃう感じがするんですけどね、年齢とあと、まあ会社員なのかな、として働いてるところで多分近いかなと思うのがフィリップさんだと思うんですよね、はいはい、その覚えてない、フィリップさんは前にあの北海道の大会の直感があった際に、はいはい、たまたまそのちょっとジンギスカンの店でマッチングして、あの、まあ、その時は差しじゃなかったんで、はい、まあ、社会的な話だとか、まあ、自分の人生とやっぱどういう形で違うのかっていうのをちょっとあの話してみたいっていうのはありますね、はい、待ってます待ってます自分でちょっと悔しさありますね、あるあるある根拠もさ、なんかそれだったら俺でよくないって思ったから、うん、ちょっとだけそうだよね、どっちだったらさ、いや俺すげえ来ますとか、確かに会社辞めたけど、どっちかだったらなんか俺に近い気がしたから、うん、そうそうそう、23問目好きな漢字、まあ、1文字っていう、はい、ニュアンスです、これ当てたらすごいよね、よく考えた、そうね、これ結構すごいよね、ちょっと当たる可能性高いと俺は思ってる、自分で、うん、せーの、ダン、あーなるほど、これなんかね、国旗心みたいな、はいはいはい、己に勝つみたいな、勝つ、知ってるじゃん絶対それ、これ、ね、パセ何、バ心でしょ何と間違えた、カタカナのバナチュラルショック、まあ、ね、極め、いや俺も最初極み書いたんだけど、あ、まあ、ちょっと可能性高そうじゃない、答えそうかなって、好きな漢字は、好きな漢字、ちょっと読み方間違えてた、大変、お恥ずかしいんですけど、はい、国旗心っていう、まあ、はい、国旗心っていう、まあ、国旗なのかな、あれがよく名前で言うとマサルとかそういう方でも呼ばれたりするんですけど、はい、国旗心っていうぐらいなんで、まあ、己を超えるという、はい、そういった意味合いがあるんですけど、すごい、すごい、これはでも終わりでいいって思うのか、買い上がりそんな罰ゲームみたいなこれは価値ある1、いや嬉しい、
俺の高校の国語教師がこれ言ってて、うちのクラスの武道空手やってるやつだけ国旗心を知ってたの、っていうなんか武道と これのつながりで奇跡が生まれた。国旗心すごい、嬉しい、すごいすごい。でも国旗心抜きそうや、すごいすごい、誰か己書いてるからいけるかこれ3人で3ポイント、ね、あー惜しいね。0.5 入ります？ちょっと厳しいからな。仲のいいプレイヤーを一人教えてください。そういったところで言うと、はい、お前ここで出てくんのか。将軍フィリップ、ケプト、パセリマの中で一番ただ質問だな、誰考えたのこれ。何これ自分が選ばれないと思ってんだろう。将軍さんもフリップさんもケプスさんも多分なんですよ、社会人経験というかその会社員だった経験があるのかな、はいはいはい、であんまりその話を聞かないのがパセリマンさん。意外と厳しい、ちゃんとしてるちゃんと俺じゃん社会人経験ないやつだ。なんか気悪いよこれ面接通したみたいになってるもん、別に普通に